ちょっちゅねーの意味をちょっと調べてきたんですよ。はい、あのまあ、昨日の配信をね聞いてる方、はい、ちょっちゅねーって、はい、ちょっとっていう意味なのかなと思って、はい、昨日あなた使ってました、ね、配信で平気な顔してちょっちゅだけよとかね、はい、言ってましたけど、言ってましたけど、すごいニュースを見つけました。2016年9月2日、うん、アベマタイムズさんのニュースですが、はい、ちょっちゅねの意味はちょっとではない、具志堅用高が激怒とほら怒られるこれ沖縄でも聞けるんですよ、ね、このラジオダメですよ、これは怒られるよ俺ら。ちょっちゅねっていうのは呼び出されるよ、言い方やタイミングがあると、うん、ね、どういう意味かというと、ちょっとだけねとかちょっとが派生したものではなく、うん、畑岡鶴太郎さんが作り上げたんですよ。ボクシングの解説の時に、うんうん、実況で、うん、そうっすね、もっとジャブ欲しいっすねとか、スネーが多かったそこからちょっちゅねということが生まれたということで嘘でしょそっすねが、そっすね、そういう訛りっぽかいのかな、そっすね。んで、じゃあ何、沖縄の琉球ごとでもないんだ、違うんでしょうね。でもね、これ面白いのが片岡鶴太郎さんすごすぎでしょ、すごいね、言葉作ってんだ、あ、モノマネでそういう風にやってったのかな、やったのかな、なるほど、そういうことか、言ってないことをいや、それはちょっとだけ誇張したのかね、うん、ちょっちゅだけ誇張、うん、あ、これ怒られるよね、これ怒られる、ちなみにね、この番組なのかな、具志堅さんが嫌いなものベスト3っていうのを発表していて、うん、3位、うん、3位なんだと思います、具志堅用高の嫌いなもの興味薄っすらもないな、おい、それが怒られるよ、お前、うっす、タピオカより興味ねえかもしれない、なんだと思う、具志堅用高の嫌いなものベスト3、嫌いなもの第3位、第3位、はい、ね、嫌いなもの、はい、食べ物とかかな、なんでしょう、食べ物かな、じゃあハブ酒、ハブ酒、あー、なるほどね、沖縄なのに苦手、ハブ酒が苦手みたいな、嫌いなものベスト3、第3位、具志堅用高の、うん、ゴルフの待ち時間、バカやろ短期なだけだよ、他は待ってんだ、ラーメン二郎とか並べる、いや、わかんないけど、ラーメン二郎は並べる、そうなのかな、うん、第2位、渡辺二郎じゃないですかね、あのいいラーメン二郎ですか、第2位なんでしょう、具志堅用高の嫌いなもの、具志堅用高、そういう路線、どういう路線でしょう、そういう路線か、多分ね、その、ね、はい、ケータリングのお弁当に、はい、水じゃなくてお茶にしてほしいみたいな、なるほどね、なんで水なんだよ、ちょっとこう細かいと、そう、水、はい、嫌いなものベスト3、第2位、うん、ウニ、いや、ストレート打ってくんなよストレート打つよ、お前もう2発食らってっからね、具志堅の冠鷲のパンチ2発食らってから、ストレートかよ、嫌いなものベスト3、第1位、あ、これね、分かっ、これね、多分ね、はい、猫、なんで、いや、もうそういうことでしょ、なるほど、待ち時間とか食べ物とかさ、悪いけど、うん、俺のことを今日からアンジャッシュと呼べよ、なん、第1位、うん、ちょっちゅねーというやつ伏線の回収でございます、ちょっちゅねーって言われるの嫌いか、ちょっちゅねーっていうのが嫌だと、 そんなに嫌いなんだ、だから嫌だよね、うん、でもそれ嫌だよね、俺がさ、うん、もし俺は有名になって、うん、俺が街歩いてて、うん、誰がやかんねー、誰がやかんねーとか言われたら、うん、嫌だと思う、あー、なるほど ね悪意がある、そう、あ、ちょっちゅねーって言われるの嫌なんだ、ただ具志堅さんを呼ぶときにちょっちゅねって呼ばれる感じか、なんかてかそういうことかな、ちょなんかさ、いいちょっちゅねがいるよとかそういうことだよね、ただし女の子に言われたら嬉しい、ふざけんじゃん、男性は可愛くないということですね、なるほどね、ということですごい分かりやすい性格の人で、ちなみにね、具志堅さんが思う、はい、自分のいいところベスト3っていうのもあるんですけど、いや興味ちょっとじゃあ失礼だから具志堅用高ですよ、はい、第3位なんだと思います、自分の好きないいところいいところ、具志堅さんのいいところ、それお前がもう具志堅さんのいいところ言ってきゃいいんだよ、じゃあ女性に優しい、あ、これはね、はい、ニア、まあ正解でしょうね、まあ、みんなと遊べる、あ、まあ、好き嫌い、まあ、そういうことですよね、隔てはないんだ、うん、隔てはないけど男のちょっちゅねだけは許せんと、そうね、あ、なるほど、第2位、うん、なんでしょう、自分のいいところ、なんで答えなきゃなんないんだよ、いやいや、なんだろう、自分のいいところ、はい、瞬発力がまだすごいと、なるほどね、ボクシングのね、身体能力に自信があるみたいな、だっていまだに歴代ボクサー日本人で最強具志堅用高って言われてますよね、まあまあまあ、うん、そうなのかもしれない、第2位、うん、気が長いちょっと待って、ゴルフ場ダメだって、ゴルフだけなんですよね、ゴルフだけダメなんだ、第1位、自分のいいところベスト3なんでしょう、具志堅用高の、やっぱチャンピオン、
あ、チャンピオンのね、防衛記録だっけ。そう、チャンピオンであること。第1話ですね、腰回りですね。確かに体型がね一度だけでもさ、前説で近くいたね。あ、いますね。ご挨拶は他の芸能人の方とお話されてたから、うん、ご挨拶できなかったですけど、ね、やっぱ仙人みたいでしたね。あ、そんな感じ。やっぱ格闘技極めた、いや、男切った人って感じ。仙人だね。ああ、ねえ、陳健一さんはね、なんか番組一緒だった時はご挨拶できたんですね。しましたね、陳健一さんと。なんかずっと見てたからね、はい、嬉しいよね。なんか裏のスタジオのね、うん、裏の控えのところでね、そうそう、スタジオの裏、僕らが前説した、フライパンの使い方をお弟子さんにちょっとレクしてるところは見ましたね、うんうん、あ、そっか、そうだそうだ、見せ方というかね、うん、テレビでの見せ方はこうだぞみたいなレクをしてるのも見ましたね。なるほどね、うん、いやフライパン、あ、カモン達夫さんと一緒に出てて、そうそう、あの麻婆の歌をね、歌ってっていうね。カモン達夫さんの麻婆豆腐の歌に合わせて陳建さんがその通り作るという、うん、そうそうそう、はい、ね、スタジオがちょっと油臭くなるという。いや、そんな言い方しなくていいの、盛り上がったでいいの別に。ちょっと油臭い、いやいや、盛り上がってました、はい、ねえ、うん、そしてですね、はい、これはね、よくわかるなって思うニュースなんですけど、オタクマ経済新聞さんですけど久々に聞きましたね。元クラスメートが久々に連絡してきた時は気をつけてという。あ、はいはいはい、あります。いや、あるけど基本別に何にも、うん、何も、何かだから、これがマルチ商法の誘いかもという。いや、もうそういうのはないね。そうですか。そういうの一切ないね、うちの周り。あ、デロリアン周りはない。ない。うん、俺もやらないし、もちろん。俺はね、養成所行ってた時の同期が久々に呼んできたらそれだったんだよ、うん、ああ、なるほど。喫茶店で、あ、はいはい、で、まあね、まあ前も言ってるかもしれないけど、ここでノートなんかびっしりメモってあってさ、うん、どっかで勉強してきたんだろうね、うん、で、パッと見たら一文ね、うん、マルチ商法とマルチまがい商法は違うって書いてたもんまずお前のやってることはマルチ商法ではないと、そういうことを頭に叩き込まれる商なんでしょ。そう、俺は、そうそう、うん、俺悪いのはマルチまがい商法であって、マルチ商法はいいんだって。いいんだ。恐ろしいですね。その後日、はい、テレビ見てたらニュースでさ、塚本さんの同級生パンフレットが、うん、その同級生は今どっかで寿司屋やってるらしいんですそう、うん、パンフレットにね、うん、そう、カタロクジって書いてたの。カタログとクジを交わせた言葉。カタロクジ、うん、思いっきりカタロクジ出てたのよ、ニュースで。あ、それ同じやつ。そう、うわ、やば、怖っ。なんかここで買うと安いみたいな。へ、あ、それは何、そのなんか事件性なことで取り上げられた。取り上げられた。あら、まあ、実際に。あら、まあ、まあ、ほんと俺が生で見たやつじゃんみたいな。へ、ね、え、どうしてんのね、そのお寿司屋で炊いてるご飯がもしかしたらそこの水道器で美味しいかもね。美味しい。いや、ダメだ。ガンが治るとか、ね、糖尿病治りますねみたいな。でも、こういうの悲しいよね、久々に誘ってきたら。逆に俺らはそう思われてる可能性ある。そうだよ、だって散々友達、だって最初お客さん呼べないから友達呼んだりとかさしてて、で、今何ね、単独ライブで友達来てくれたりするからね。そういうのあるからね。まあまあまあ、うん、まあでも俺らは本当料金以上のものをねいや、それ言うんだよ。返しますよ、それを言うんだよ。それはそれを多分マルチってるやつは言うんだよ、はい、なるほどね、うん、そいつらも言ってんのか。言ってると。確かにね。だってほら、病院一回行くよりもいいんだよ病院ってさ、ガンなんてさ、うん、入院とかしたらいくらかかる。これだったら水道器使ったらさ、はい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 、これだったら18万円のこと、うん、確かにね。こんなことですよ。だって見に来たらね、俺らの漫才だって、うん、口から出任せでなんかわけわかんないこと言ってるのずっと早口で嫌になっちゃうね。まあ、そうですね。だからさ、ね、たまにね、そのライブ見るとさ、はい、エル歌舞伎の漫才とか見ると一年何があったかわかるって言うけど、うん、あ、まあ年間のね、最後の単独ライブ、うん、毎月、毎年12月やってますけど、はい、正直それ聞くたんびに、うん、いや、一年わかんないよなと思いながら心苦しくなる時あるんですよ。なことないですよ。わかります。まことはない。いや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 な、あの、何ですか、なこったないよってあんじゃん、うん、あれで爆笑したんだけど、はい、その、はい、D.O. さんでラッパーの練馬座バッカーかの PV に、うん、コージー富田さんが出てて、うん、で、ミュージックステーションに練馬座バッカー出たっていう設定で、うん、続いては練馬座バッカー、D.O. だよみたいな。で、D.O. さんがなんかいじると、なこったな、やってんだ全力でやってて、あのね、やっぱなこたないよ。ストレートで打たれた時人を笑うねなこたんだよ。タモさんの前で、タモさん、あの、コージーさんのね。あ、コージーさんの前で。そうそうそう。あ、いや、あれめっちゃ面白いわ。あ、そう、コージーさんがやるね、うん、うん、
まあそういう話ですよ。へえ、ね、そしてね、はい、あ、長野正弘が初のファッション相談室を行ったということで、長野さんにファッションセンスを聞くの、あ、長野正弘はさ、自分のブランドがあるじゃん、アパレルので、はい、そのアリストトリストっていうお店、はいに相談室イベントを初めて行ったと、うん、個室でお客さんと1対1で向かい合い、うん、黒のカリスマと呼ばれた長野がファッションのコーディネートを行う、うん、なるほど、この日は2組の客が入ったが、うん、どっちも俺のプロレスのファンだったみたいで20年ずっと見ていましたって、うん、プロレスの話ばかりになっちゃったと苦笑い、あ、そっちじゃないもんね、相談室は初の試みだっただけに、うん、今後もやってみたいねと意欲を見せていた、あ、でもいいんじゃない、だってさ、プロレスばっか見てきて、うん、だいたいさ、そのシュープロの記者みたいな格好になってる人もいるじゃん、ね、でだからそういう人がさ、長野とそういう話をした後に、うん、じゃあこの服どうとか言って、まあそうなのかな、で思わずお店で買っちゃうみたいな、白のショートパンツだけ履いて、いやそれ正義だった時のベビーフェイスだった時の長野正弘の黒のショートパンツに変わるよね、黒のロングパンツね、ロングパンツ、うん、変わるからな、そう、意外とあんまされたくないって言うよね、何を、会った人とかさ、プロレスラーの人に会った時はまあプロレスラーの人はしないっていう、まあ人によるんだよね、まあいると思うけど、結構有名な人のやつ聞いたっていう人になると、うん、あんまりプロレスの話よりも普通の世間話みたいな方が、うん、新鮮で面白いらしいね、そっちもいいの、でもやっぱりその商売としてやってる人、その自分の名前を出してやってる人、うん、だからそのザ・グレート歌舞伎さんのさ、うん、居酒屋かなんか一回ね、はい、連れてってもらったけど、ジグザグジグの宮沢さんに、うん、やっぱり歌舞伎さんいっぱいプロレスの話、その作りながらある程度作り終わったら、うん、プロレスの話いっぱいしてくれたよ、仕事だからね、やっぱすごいよね、そう、でしかもどこでも出てない話だからね、で俺もここでも喋れない、あ、ほんと、うん、そんな話があるんですか、いやでもそれをめちゃめちゃサービス待ってるんだって、これぜひ皆さん行った方がいいですね、ぜひ行った方がいいですね、うん、いいよね、だから東京とかだとさ、うん、そこら辺でやっぱプロレスラーも店出すからあれだけど、はいはい、地方だとなかなかね、でもね今ね地方にも結構元レスラーがお店出してるね、ああ、だから地元に帰ってとか、あ、いやいや、うん、そういうのありますよ、函館出身のレスラーっていないだろうな、聞いたことねえの、そりゃ、あ、調べたことない、やっぱいたら有名になる、函館だったら、 でもいっぱいいるか、有名人自体が、有名人自体はいると思う、なるほどね、うん、辻人生さんも確か函館の、あ、西高だったかな、やっと会えたねのね、そう、だった気がするな、確か、うん、もしね、これ聞いてる方で函館出身のプロレスラーについて知ってるよっていう方がいたらハッシュタグルラジでつぶやいてくれると抽選で2名の方にステッカーをいつからいつの期間でいつからいつの期間で2025年まで送ってくれればステッカーの方差し上げたいかなと思ってますんで、ぜひ皆さんつぶやいていただきたいと思っております、はい、お願いします、といったところで、また明日お日なさってください、お願いします。